はい、速稼塾の久保です。今日も暗号通貨についてちょっとお話ししていこうかと思います。2014年から暗号通貨の放送を続けてる私なんで、もうそうですね、6年とかになりますかね。もうね、暗号通貨ってのははっきり言って取得単価が全てですね。まあ土地でもそうですし、転売でもそうですしね、株でもそうだし、 FX でもそうなんですけども、いかに安い時に仕入れたかによってその後の展開とか見方ってのは変わってきますよね。で、私なんての暗号通貨今見てみると全部が含み益なんで何とも思わないんですけども、例えばここ数ヶ月とか数年ですよね、1年2年のうちに参加した方ってのは肝を冷やす場面っていうのは今でもあるんじゃないかなと思うんですよ。特にここ数週間とか数ヶ月の方ですよね。ビットコインが誰にでも分かるような形でぐわーっと値上がりした時に参加した方ってのは第2の出川組と言われるね、2017年の悲劇がまた襲ってくるんではないかなというところがありますよね。まあビットコインに関しましては、私はね、その500万前後で終わるんではなくて、それこそ今年中には1000万とかっていう展望を見てますけども、でもそれは分かりませんからね。以前ビットコインが10万円に行くんだろうかどうだろうかっていう議論も結構朝までしたことあったんですよ。で、それが明けて30万とか40万になってくると、今度はね、10万に行くんだろうかどうだろうかっていう、そういうふうなテーマを忘れて100万行くのは今年中だろうか来年だろうかみたいなことになってくるわけですよね。まあですんで、じゃあ3年後5年後にはどうなってほしいなっていう願望があったり、どうなるに違いないっていう妄想があっても何の裏付けもないんですよ。で、逆にですね、こういうものって裏付けがあればあるほど騙されてしまうっていうかね、勘違いしちゃうんですよ。だって未来のことに裏付けなんてあるわけないんですよね。唯一あるとしたら、いつかはバブルが終わるということと、いつかは人は死ぬってことですよね。まあ、ですので、早めに取得単価を低いうちにね、暗号通貨っていうのをゲットしておくと、かなり余裕を持って見ておけるんですけども、そうは言ってもね、誰もが見向きもしないときに、投資なんてなかなか仕込めないんですよね。まず情報がないですし、情報があっても、そこまでの余剰資金持ってませんから。だから、先行者利益っていうのはそこそこね、情報にお金を使ったりとかね、どうなるか分かんない、誰も知らない、どこにも検索しても引っかからないような情報に手を出さないといけないんで、それなりにリスクはあったと思うんですよ。だから今報われてると思いますよね。ちょっと話をねまとめますけども、私は2015年に、暗号通貨のカルダノ A だってものを知って、わけも分からず買ったわけですよ。で、ビットコインは当時まだ2万円とかじゃなかったですかね、もう忘れちゃいましたけども。で、ビットコインを買って1年ぐらい経つとビットコインが10万とか30万とかになったような記憶があります。2016年だったかな。で、ビットリージョンっていうビットコインが何かで増えるみたいなことがあって、それがなんか盛り上がってね、私もその時はいろんなものがうまくいって全部が儲かっていたんで、有頂天になってたんでしょうね。ビットリージョンっていうのに5ビット入れたわけですよ。5ビット入れてしばらくすると、数ヶ月するとちょっと調子が悪くなって、そのまま終わっていったってことになります。まあ今でもね、あれはね、大きな思い出になってますね。当時なんとかマイナーとかね、いろんなものがあったわけですよ。一人で8ポジション取ってものすごい利益が取れるよみたいなね、もうそれこそ偽バブルだったんじゃないかなと。 ICO っていうのもどんどん出てきてましたしね。で、私はそのほとんどに ICO とかバブルっていうのは、多くの方がお金を失う瞬間のことだっていう風な発信をね、多分私ぐらいじゃないですかね、そんな、あんな値上がりをたくさんしてる中で、バブルっていうのはお金を失う瞬間だぞって言うからね、私は ICO にほとんど乗らなかったですし、 ICO を紹介してくれっていう企業案件たくさん毎日のように来てましたけども、全く紹介せずに、それこそね、ノアコインとかスピンドルとかも紹介せずに今に至るわけなんですけども、まあ、それが結果良かったかなと。プレセールで買った ADA が今でも大きな含み益となって私の財政を支えてくれたりね。で、ビットコインも早めに仕込んでいたものとか、アカウントの隅っこに残っていたのを集めるとね、結構な金額になったりとか、それから暗号通貨のバブルが崩壊して、2018年ぐらいに、19年だったかな、イーサリアムが3万円を切った時にそこそこの枚数を買ったのが今結構な金額になっていてね、で、20万とか30万とか100万に行くんじゃないかなみたいな感想も持てるようになりました。で、最近一番最近ね、注目してるのがね、ゼンフィネットワークなんですよ。これもだからね、まだ知ってから1ヶ月も経ってないんで何とも言えませんけども、思うのは、一つの暗号通貨に対して何年っていうスパンで、ね、見てる私はともかくなんですけども、私の他にもいますよ、何年っていうスパンで見てる人。そういう人はね、大体ね、儲かってますし、投資が得意ですよ、やっぱ何年っていうスパンで見てる人。だからビットコインを2012年2013年あたりに知って2014年に買ってる人、
2015年には他の暗号通貨ね、例えばリップルとかイーサリアムとかを底値で買ってる人、まさか上がると思ってないんで誰も知らないようなものに手を出してね、リスクってものを買ったりとかね、ライトコイン買ったりとかねしてましたけども、まあ中にはねクローバーコインみたいな変なのもありましたけども、潰れていくのもあったんですけども、今でも暗号通貨を当時の価格で持ってる方っていうのは、もしかしたらねクジラっていうふうに言われたのかもしれないですよね。でまあ私も、いくつかのコインに関しましては初期参入メンバーなんで、まあ決済はまだしてないですけどね、かなりちょっと余裕を持って見ていられるなっていうのと、だからこそ新しい暗号通貨リップルも、リップルは一番最近に大量取得したものなんですけども、2年ほど前に買いましたんでね、リップルにも今ちょ多少の含み益出てますけども、20円前後の時はね本当に半値ぐらい、42円で買ってますんで私ね、半分ぐらい損したなと思いますけども、長期で見ていられて狼狽売りしなかったのは、もう暗号通貨自体が私も2015年に参入したからなんですよね。だから2017年以降に買った方っていうのは結構きつかったんじゃないかなと思います。でビットコインが100万円前後、去年ね私は100万円を超えるまでに買っときなさいってことをずっと言ってましたけども、あそこで買える勇気のある方はなかなかいなかったんじゃないですかね。だって下手に100万円が安定しちゃうともう上がらないんじゃないかなって気持ちになるわけですよ。でも実際今年2月3月4月とドドドーンとね500万を突破して600万にもタッチする時があったりとかして、100万以下95万前後で仕込んだ方っていうのは今ね感謝感激のお便りいただいて決済した方は決済するしね、決済しない方は今さらなる含み益を持って、当時だからね98万とかで買った人っていうのはいいでしょう。これ1個1ビットだけでも400万以上利益上がってるわけですから、まあだから良かったでしょって私のね功績でも何でもないんですよ。その時に勇気を奮い立って他のものを買わずにこのビットコインを98万で買ったあなたの功績だってことなんですよ。だから私はいろんなこと言いますけども、それを参考にしてどう動くかは一人一人が明確な意思を持って選択していると思うんですよね。だから別に私にねお礼を言わなくても大丈夫です。私はその時に感じたことをこうやって放送していて、私のことを信用してない方は見ないだけじゃないですか。信用した方っていうのは信用して私の情報を取り入れてくれるんだけども、プラス一番信用できる自分の感性に従ってお金を下ろして買ってるわけですから、その勇気行動力はもう全てですよ、全て。で逆にね損しちゃったって方もいると思うんですよ。これはね投資なんでしょうがないし、ビジネスなんでしょうがないと、取り組んだものが全てプラスになってるわけないんですよ、だからそこは学びと覚悟とリスクヘッジ、こういったものを組み合わせて、もしそれが見出せないんだったらやらない方がいいんじゃないかなってことになるんですよね。まあ暗号通貨に関してはそんな感じですかね。ちょっと価格だけなぞってみましょうか。今ビットコイン、2021年3月6日朝6時11分の段階でビットコインが534万円ですね。イーサリアムが16万6000円で、カルダノエーダが第3位で128円と。で、テザーがバイナンスコインがポルカドットが続いているという状態でございます。まあ短期で見ないようにしましょうね。1週間単位でいくら上がっていくら下がって、それは嬉しいですけども、あくまでも決済して現金化して納税を済ました後にいくら儲かってるのかって話ですから、含み益でねふわふわする必要はないですね。そもそも私もね、カルダノエーダが日本円になるかどうかまだね確かめてないわけですよ。やってないわけですから、決済してないわけですからね。まあそろそろねステーキングもいろいろと賑わってきたんで、そういうことも見ていかなくてはならないかなってところもありますんでね、まあでもディファイですね。ステーキングもディファイの一部ですけども、分散型金融、ここまでリスクが少ないのに高いリターンがあるものって人類史上初じゃないかなと思うんですよね、で本日は以上のような形でございます。ありがとうございました。